9回の反撃も及ばず、5位ヤクルトと 0.5 差。明日、負けると3年連続の最下位に、9安打も4つの併殺だ。最後はダイソー。小田が盗塁し、とは一体どのようなことなのだろうか。小田剛受験生アウト4回牽制飛び出し5回1度相手のミスで盗塁に1軍2軍合わせて8盗塁。8盗塁した津波には、これが年間通してダイソーの切り札に見えるらしい。中日は DeNA に9回の反撃も及ばず。5位、ヤクルトと0、5ゲーム差となり明日、5日、DeNA に敗れれば、またヤクルトが広島に勝つか引き分けると3年連続の再開が決定する。0-3 で迎えた9回、DeNA 5番手、佐々木に先頭、細川が左安打もカリステが4つ目の1ゴロ併殺打に、続く宇佐美と田中の連打で1、2塁から代打、川越がライトへタイムリーを落とし1点を返すも、岡林の打席で代走。小田が2投手で試合終了。もしも立浪ドラゴンズが3年連続再開という歴史的屈辱になったら、過去に神様、クツ様、稲尾様と崇められた西鉄ライオンズ時代の稲尾監督や唯一保守で三冠王を取り、ヤクルト時代に名監督の名を馳せた野村克也氏が阪神の監督時代に作った不名誉な記録に並ぶことになる。稲尾和久氏も野村克也氏というスーパースターに肩を並べるというのもある意味ですごいことかもしれない。他球団ファンですが、明らかに中日のドラフトは地元中心に偏ってます。詰まるところこれは成績より人気を優先しています。その結果として中日は入場者数や総都市号でも NPB で上位につけており、プロチームとして成功してます。順位ばかりを気にして騒ぎ立てる人も多いですが、プロチームがプロである以上、最重要なことは収益です。中日は優秀ですよ。これでマジック1。中日は2試合でヤクルトは1試合残すのみだが中日が3連覇に王手です。負け方も立浪野球らしさ満載でヒット数が多いのに負け、初回チャンスで4番石川がゲッツー3回ランナー1、3塁からゲッツー4回ノーアウトのランナーを全く進められず、6回ノーアウト1、2塁で全くランナー進められず、8回4番石川がゲッツー9回先頭が出るもゲッツー、最後はダイソーの小田がいつも通りに盗塁失敗ダイソーなのになんと失敗数を、これじゃ勝てない。チャンスは作れど4併殺とは今年のドラゴンズを象徴する試合でした。それにしても最後の小田選手の盗塁失敗はいただけない。絶対セーフにならないといけない。試合が終わってしまうのだから、シーズン通して成功4失敗後では厳しい。成功率上げないと育成落ちするかも。小田が2アウト1塁3塁の初球から盗塁死でゲームセット。これ自体ファンは怒ってはいけない思う。だけどそれには条件がある。盗塁成功率が7割5分の選手ならではの条件。走塁だけの選手ならそこを目指してください。なんか改めてドラゴンズってこういうチームなんだって思い知らされたわ。それにしてもあれだけ横浜がエラーやフォアボールでお膳立てしてくれてるのに、見逃し三振やポップフライやゲッツーで何回も何回も得点拒否してさ、あとドラゴンズはあまりにも直球に弱すぎるよ。140キロ前半の甘いストレートでもファウルにして、結局難しい球に手を出してしまう状況を自分で作っちゃってるよ。横浜はしっかり直球を跳ね返して得点に結びつけてるんだからさ、あと小田選手は盗塁したのは良いんだけど、あそこで失敗したらダメだよ。課題があまりにも多すぎる。来年もこりゃ大変だ。これが今季のドラゴンズの実力だなと改めて思った。DeNA の安打が7に対しドラゴンズ9。いかにチャンスに打たんかわかる打線。4.5。6番が全く機能せず W。福永だけしか信用できない。彼こそが普通に4番だよ。細川も岡林も村松も宇佐美も基本単打マン。肝心な時に打ってくれよと。最後の小田も相変わらず盗塁失敗とか。実に後味の悪い試合。絵に描いたようなドラゴンズの典型的な試合。申し訳ないが全く馬鹿げた試合です。再開だけは回避してくれと意気込んで見てたけど、結局チームとしての底力はなかったようだ。ヤクルトとは違ったね。残念。絶対勝つぞドラゴンズ。絶対勝つぞドラゴンズ。絶対勝つぞドラゴンズ。これで縦ドラ3連覇の球団記録の塗り替えまでマジック1ですね。立浪監督大好き。ドラゴンズは、永遠。のプラカードが方々に掲げられていました。金字塔が打ち立てられるかもしれません。4年連続はいませんでしたが3年連続は、藤田正造近鉄パールズ1950万1952セリ、畑正美太陽ホエールズ1956万1958千葉茂近鉄バファロー1959万1961稲尾和久西鉄ライオンズ太平洋クラブライオンズ1970万1972野村克也阪神タイガーズ1999万2013です。偉大なる記録と言えます。小田とロドリゲスを支配下にした時点で立浪の選手を見る目がないことではっきりした。今日もそれに固執して走らせたが、惜しくもないアット。最後まで夢を打ち砕く立浪采配。1。
三塁なら十二塁間が広く開いて岡林なのに、まるで素人野球、反省のない監督、よくも球場にファンが押しかけるものだ。スワローズの5位マジック1か。明日は何とかベイスターズに頑張ってもらって昼間のうちに決めといてほしいね。そうすりゃスワローズとしても心置きなく野村に花を持たせられるから、小田って立浪のひぞっこだよね。個人的には高松出して小田取って。後藤使わず小田ばっかってのよくわからん。今年1年小田を育成する気はないんだなってのはわかったけど、ダイソーばっかで課題が打撃なのに。2軍で経験積ませもしないでダイソー守備要員いつか他に足が速くて、そこそこ打てる選手とか出てきたら小田っていらなくなるってことにならん？もしかして最初から使い捨てのつもりで、育成のつもりはなく、ダイソーと守備だけのために取ったんだろうか？小田も高松や竜空と同じような走塁手ばっかしてると、本当に出番なくなるからオフやキャンプで鍛えてくれ。月通4つじゃ勝てません。立浪政権を象徴するひどい試合でした。さらにひどいのが最後の流れぶった切る小田の盗塁し、余裕であんと、立浪の目利きが完全に悪いことが露呈されましたね。なんで支配下登録したのかわからん。正直足速くても技術が足りないと無理。まだ田中美希也とか岡林の方が盗塁できる。来年は育成からやり直しでしょう。加藤と砂田の引退セレモニーに泥を塗りました。最低最悪。評価に値しない。うつす勝ちなしの試合。今日出場した選手に出場機会を与えるくらいなら加藤翔平と砂田に与えた方が良かった。荒木が若手時代にチームが B クラスの時に出場機会を与えただけだったのに自分で掴み取ったと勘違いしたと話していたが、今の選手も出場機会を与えられただけだなと思ったわ。村松と石川も本当のレギュラーじゃなくて出場機会を与えられてるだけ。フェニックスリングに参加するのは納得できるわ。今日はどういう試合するか密かに楽しみしてたのに今のメンバーじゃ来年も強くなりませんね。ボール先行の梅津。ランナーを置いてのカリステの2度の初球打ち。藤島のダメ押しホームラン。小田の余裕アウト。今年の悪いところが全て出たひどい見苦しい試合でしたね。こんなくだらない試合するなら、早めに誰かに監督代行で少ない試合を戦ってほしかったですよ。今日もバンテリンに足を運んでくれた人は3万6千超えですよ。申し訳ないですよ。こんな試合最後の最後までストレス溜まる試合ですね。この際どっちでもいい。結論から言えば、立浪政権3年間でチームが強くなった印象はない。ランナーが出ても進塁できない。ホームに返すことができない。今日の試合がその象徴だったね。新たなスタートの起爆剤になるのなら、3年連続再開という屈辱があってもいい。岡林と小田の間に意思疎通、サインの共通認識はあったのか？なぜあの場面で盗塁させるのなら、何度もあったチャンスに走らせなかったのか？負けは仕方ないにしても後味が悪すぎる。先制点を許すと勝てないのは相変わらず。最終回に反撃しても時すでに遅し、打線は相変わらずチャンスで打てないでは勝てるわけがない。明日いよいよ再開が決定するかもしれない試合になる。立浪監督はやっぱり3という数字が似合うかもしれない。三塁走者残塁数、複数残塁イニング数、2桁残塁試合数、併殺打数、低迷期の中日の打撃部門4冠王を、今日もいかなく発揮しまくりましたね。最後はあなたが超愛した小田の走塁死で試合終了とは、出来すぎの大傑作ですわ。3年連続再開の箔をつけて、最後を飾りましょうよ。チャンスで打てるかどうかが勝敗の鍵でしたね。ベイスターズはきちんと打てるのに対し、ドラゴンズはゲッツーかポップフライ。そこが A クラスのチームとの差だと思います。ノムさんが生きてたら、バッカじゃなかろカルンバって歌われていたな。盗塁失敗したら、かんところで失敗するダイソー走者。序盤は得点機をゲッツーで潰して、意味不明な采配の3年間を象徴する試合でした。今日は立浪監督が悪かったのかよくわからない。小田選手に盗塁命令が出ていたなら悪いが、ともかく4回も併殺されるなんて見たことがない。打線は監督好き嫌いともかくホームで良い試合を明日見せてほしい。あと、小田選手、もうちょい足早くなろうかそれかお休みしようか一旦。まあなんで再開なのか象徴するような試合だったね。あと最後盗塁でアウトになるのは百歩譲って仕方ないけど、ダイソー屋が余裕のタイミングでアウトはダメだろう。振り返ってみればうちの足のスペシャリストこんなのばっかだな。チャンスで併殺。小田の走塁死と今年のチグハグな攻撃を象徴する試合だったね。DeNA はマキをスタメンから外したベストメンバーじゃなかったのに、早く新監督になって出直して、明日ヤクルトが勝ったら、中日は試合結果に関係なく再開決定になるのでは。仮に2連勝した場合でも、ゲーム差こそゼロになるけれど、勝率で見たらヤクルトが 0.453 になって、中日が 0.452 になるから、超満員。大声援がバカっぽく映る試合結果、小田は笑うしかない。渡りのが早いわ。梅津も勝てんし、福谷先発でよかった。まあいいやどんまい。明日明後日頑張って、これぞ立浪野球の集大成といった試合だった。ランナーは出すものの、
何の策も講じず、ただただバッターが打ってくれるのをお祈りするだけの野球。そんでもって最後に盗塁のできない足のスペシャリスト爆笑外乱子としてゲームセット。なんでこんなやつがほぼ1年通して1軍に入れたのか意味がわからん。隠し子かなんかかな。コンフでクビか、最低でも育成降格でいいよ。再三の得点チャンスを潰す近年のドラゴンズを象徴するような試合でしたね。来年は違う試合運びを見せてほしい。とりあえず3年連続再開は甘んじて受け入れるから、この3連戦で1試合でも同点で投げさせればタイトル取れる松山にタイトル取らせてやれよ。3連戦で同点で1試合試合に出すだけだぞ。それくらいなら何とでもできるだろ。最終回の攻撃が今年のドラゴンズを象徴していましたね。4安打で1点、2アウトランナー1、3塁で打者は岡林。どう考えても走る場面じゃないでしょ。小田を代走出した時点で盗塁狙わなよって思ってしまったけど、時すでに遅し。なぜにアウトで完全アウトの盗塁かますかな。